ミスター M さん、ね、いろいろ毎日ありますけど、頑張っていきましょうね。で、今回は、模造刀ね、刀の方をちょっとお見せしたんですけども、なんとなく男塾って感じがしますよね。で、私ちょっと複雑な気持ちがするんですよ、ここで。というのが、まあ、刀とかね、ヌンチャクとか、まあ、三節棍とか、私ね、扱うの結構好きなんですよ。映画スターになったような気がしてね、ちょっと強くなった気がして。でもあれは、誰か人に使って傷つけようとか、なんかその実践をしようとかっていう気持ちにはなんないんですよね。ですので、体を鍛えてカンフーとかやってますけども、あれも誰かと試合ぐらいはしたいなと思うんですけども、あくまで護身用ですよね。多分、ミスター M さんも同じだと思うんですけども、本当の男の強さっていうのは、それをひけらかすことではなくてね、自分に対して、もうトレーニングをする。精神的なトレーニングとかね、肉体的なトレーニングとか、まあ、あとお金的なトレーニングですかね。まあ、そういった意味で、自分を鍛えるためにやるものであってね、それを見せつけたりとか強さを誇ったりするものではないと思うんですよ。これはミスター M さんも同じだと思います。ただやっぱりね、強さを誇らないまでもミスター M さんみたいに1年以上こうかけてね、地道に作った体とかにやっぱ憧れたりとかね、そこに男のかっこよさがあるのかなと思います。で、総じてなんですけども、男の強さっていうのは感じさせるものであって使うものではないかなと思うんですよ。そうすると戦う前に勝つじゃないですけどね、やっぱ生半可なトレーニングしかしてない人っていうのは仕掛けてこないですよね。そういう意味で体を鍛えることによって守れるものは、それだけで使わなくても守れるものあるのかなっていうふうに私は思いますね。ということでちょっとね、おまけの動画この後つけときます。もう一回刀のねちょっと動画と、あと拳銃の動画もつけときますけども、私の複雑な胸の内をちょっと聞いてみてください。それではまたよろしくお願いします。こんにちは、ミスター M さん。返信をありがとうございます。今回ね、この日本刀なんですけども、結構結び目はちゃんとしてるんですよね。で、この音、すごいですよね。時代劇みたいな音しますよね。本当にズシッとくるような重さです。だいたい1キロちょっとあると思うんですけども、これ抜いた状態で1キロちょっとですね。抜いた状態で。だから、片手で持つと1キロぐらい大したことないと思うんですけども、このダンビラですから、このなんていうんですかな。重心がこっちの刀の方にあるんですよ。刃の方に。当然ですけども。だからこうやって持つと早速ね、腕がねちょっと下がってきますね。だからやっぱりそのダンベルとかで腕をちゃんと鍛えてないと、こうやって構えて持つこととかなかなか難しかったり、振ることもできないですね。で、こう素早く振っていかないといけないんで、こうなんていう軸を取りながらで切るときとかは 重みで切るって感じですね。重みでこう口角ように、だからこの辺は剣道の竹刀みたいな感覚だと全然重さ違いますね。竹刀ってどっちかというと軽いんで、あ、光ってますね、これ。なんかね、スラッと、ね。まあ、その、なんていうんですかね、模造刀もなかなかね、いいですね、なんか。なんていうんですかね、特にこの刀とか武器をね、美化するわけじゃないんですけども、その、武器と考えたらちょっと物騒なんですけども、これ一つのデザインとしてね、見ると、なんかその、銃もそうなんですけどもね、銃も、殺傷兵器として見ると、私はね、あんまり、受け入れることができないんですけども、そのデザインですよね。形とか、重みとか、重厚さとか、そういうのを考えると、まあ、なんかね、認められなくはないかなっていうところですよね。まあ武器なんでね、でもね、難しいとこありますよね。まあちなみにですね、こういったおもちゃが好きな私はね、このモデルガンもあるんですよ。コルトガバメントのモデルガン。これはすごいんですよ。今入ってないですけども、薬莢をね、入れて、この、発火するんですよね。パーンって。で、薬莢こっから、ブローバックでポーンと飛んでくるんですよね。だからこれも、殺傷兵器として見たら物騒なんですけども、モデルガンちなみにここに、横にね、弾が出ないように、こう、スリットが入ってるんですよね。で、このスリットは、スリットを取ろうと思ったら銃が壊れるようになってるんですよ。だから、昔はね、この、モデルガンで改造して実弾を撃つってことができたらしいんですけども、基本的にもう無理ですね。実弾の弾は爆発しますから、多分この重心が壊れて、もう危ないです、撃つ方が。だからそのぐらいの安全基準になってますから、もう本当私小学生の頃ね、改造拳銃ってのあったんですよ、本当に。それが売買されてたりとかしたんですけども、トカレフが出てきて改造拳銃の需要がなくなって、その後、モデルガンは規制でね、どんどんこう、安全なおもちゃになってきました。ただ、対象年齢がなんかね、18歳以上とか、結構18禁みたいな感じですよね。で、この銃も、やっぱこう、重みとかね、なんかやっぱこう、刑事ドラマとか、アメリカの、あれですかね、ハリウッド映画とかですかね、なんかこう、かっこよさが出るのは。ただやっぱ殺傷兵器なんでね、だから私、銃のかっこよさってのは、撃ってバーンってやって、誰かを傷つけるってかっこよさじゃなくって、なんか、別のデザイン的なね、
この洗練されたデザインといいますかね、なんといいますか、なんか難しいんですけども、最終的には人を殺すもんですからこれね。だから何とも言えないんですけどもね、ただこの武器の魅力っていうのかな、なんて言うんでしょうね、刀とかヌンチャクとかコンボとか人を傷つけるもんじゃなくて、それを扱うってことに対してこうね、なんだろうね、難しいですね。なんかね、使わない武器ですね。でもね、使わないけどなんかこう、なんて言うんですか、すいません難しいですね、表現が。なんとなく、まああのガキのまんまってことですよ、相変わらず。こうやってチャカをねぶん回したりとかね。でもこれほんとね、バフーンってやるとね、なんか危ないデカになった気持ちがしますね。バーンとバーン、こんにちは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 、うる、手を挙げろ手を挙げろ手を挙げろ、お手上げだって感じですか。はい、じゃあ以上でございます。見ていただいてありがとうございます。ミスタイムさん、またメッセージいただきます。